みなさん、こんにちは、ほーでーす。今回はサビサビのラジコンカーを集めに行きたいなと思います。ジョニー乗ってくれ、出発するぜ。今回はね、バイクでやっていきたいと思います。ジョニーしっかり乗ってね、出発するよ。そしてなんとこちらにはすげーマジかよー、かっこよすぎる。ニトロまでついてるぞ。やっぱめちゃくちゃ速い速い速い、怖いぞこれ。うほほ、ジョニーしっかり捕まっといてね。行くぜー、加速だー。200キロ出ることがあるんでしょうか。200キロ出てほしいよね。いけー、加速しまくるうわー、嘘だろめちゃくちゃ浮きてました。あれ、ジョニーは大丈夫、よかった。ジョニーよかったよ、何も怪我なかったみたいだね。よかった。じゃあしっかり乗ってね。もう一回行こうか。出発！そして今回はあちらの高層ビルの方に行きたいと思います。そこにサビサビのパトカーが捨てられちゃってるみたいです。で、今回のね、サビサビパトカーはただサビサビじゃなくてラジコン仕様になってるので、それをね、今回集めた後に魔改造してみたいと思います。もう少しでジョニー、うわーおすげえ、大丈夫？よかった、大丈夫みたい。やっぱ後ろはね、ちょっと吹っ飛んじゃって危ないね。よーし、もう少しで着くぜー。トレバー暴走族。うお、かっこいい、今の曲がり方。すげえ。ということで着きました。この上にね、あるみたいで。どっから登っていこうかな。確かね、階段っていうか、はしごがあったんだよね。それで登ってみましょう。あった、こっから登れそうだね。よーし、それではお邪魔しまーす。最初に行くぜー。出発だー。こっから登っていくのはめちゃくちゃ時間かかりそうだけどね。なんと一番てっぺんにあるからね。これはきついぞ。なんとかこちらまで来ました。いや、すんげー高いところに来ちゃったね。で、そしてジョニーくん、ちょっとついてきてね。このところを降りないといけないので、いけるかな。いくよ、ジャーンプ、パラシュート、パラシュート。あぶねー、なんとか助かった。ふう、おー、すげー、ジョニーはジャンプしてきたぞマジかよ、パラシュート使わなかったんだ。で、そして来ました、この先にあります。あったぞ、これだ。すっげーちっちゃ。なんとこちらがラジコンカーです。すごいサビサビだ。確かにパトカー仕様になってるね。こんなパトカーは初めてだ。じゃあ早速ね、これ中に乗れるみたいで。おお、エンジンはついたぞ。すごいぞ、ジョニーも乗って。あれ、これ乗れないの、もしかして。ジョニーマジか、これなんか一人乗りみたいだね。残念ながらジョニーは乗れないみたいで。ちょっとね、サイレンとか壊れちゃってね、ならないんですけど、これも修理したら治ると思います。行くぜー、パラシュート。うおー、すげー。そしてこれで魔改造屋さんまで行っちゃおう。おー、サビサビだけど全然壊れてないね。めちゃくちゃスピード出るぞこれ。速っ、テールランプめっちゃ眩しい。95キロか。あ、これ以上スピードは出ないんだね。めっちゃ強いし。さあ、着きました。魔改造屋さーん。まず1台目の、このサビサビラジコン、持ってきました。すげー、ちっちゃ。ということで、2つ目のラジコン見つけに行こう。2つ目のラジコンは、こちらの警察署を過ぎたところにあるみたい。どいてーすんげー浮き飛ばしちゃった。で、そしてこっち側で合ってるかな。あ、この中にあるんだね。さあ、どうやったらいけるのか。こっち側から行ってみようか。見えるかな、この辺りなんだけどね。ちょっと一回ジョニー降りよう。よし、そしてこの塀を登ってみよう。よっこらせて。おお、なんかいる。なんだなんだなんだこれ。事件が発生したのかな。すげえ、警察官が取り締まってます。まあでもこれは普通の大きさのパトカーだよね。で、そしてこの近くにラジコンパトカーが置いてあるみたいなんだけど。おっ、あった、すげえ、なんだこれ、ちっちゃ、めちゃくちゃちっちゃいぞ。うわ、これちゃんと扉開くんだけど。そして乗り込めました。あ、やっぱりこれも一人乗りかな。あ、いける、ジョニーくん乗ったぞ。すげえこれは二人乗りなんだ。うわー、なんていうことだ。これは外に出ることができない。あ、無理か、段差も登れないし。ちょっと別のとこから外に出て、よし、隠して。なんだこれ、めちゃくちゃスピード出るな。速っ。おお、野良猫がいるね。散歩中だ。見て見て。ああ、逃げちゃったすんげえ逃げちゃった大きさ比べしたかったんだけどね。じゃあ、そしたら普通のパトカーと大きさを比べてみようかな。見てください、この大きさの違い。同じ車両なんだけど全然大きさ違うね。すげえ本当にラジコンだ。こんにちは。
見えてますか？まずいまずいまずい、逃げろ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 、手配と位置ついちゃったからね。早く早く早く、どいてくれー、道を開けてくれー。おーおーおー、危ない危ない危ないすげースピード出るな。速すぎるぞこのラジコンカー。そして威力もめちゃくちゃ強いです。ドーンドーン強すぎる。そして魔改造屋さんに到着です。よかった手配ドイツなんでなんとか逃げ切れそうだね。すごい、小回りめちゃくちゃ効くな。よし到着だ。ここに置いておきましょう。魔改造屋さん、あとは頼んだよ。それでは3つ目の車両を見つけに行こう。車上に乗ってくれ。3つ目の車両もこの近くにあるらしいので 300m しか離れてないぞ。もう本当にすぐ近くだね。飛ばしていきまーす。行くぜー。あと 200m 先ということはもしかしてこれギャングのアパートのところじゃない？すごいぞ。ギャングアパートにどこにあるのか、ちょっとまずは調べてから行こう。さあちょっとね、ギャングにバレないようにしたいので、このゴミ箱の裏に隠れようかな。よし、バレてないね。じゃあこっから覗いてみようかな。ご覧ください、全然バレておりません。すごいぞ。どこにあるのだ？見えないね。でも発信源はこの先のゴミ箱にあるみたいなので、ちょっとあっちまで行きましょうか。よし、ジョニー行くぜ。こっちからこっそりと入っていきます。オッケー、バレてない。いいぞ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 。うわー、ここにいたー。ちょっとこの人の前を素通りしまーす。バレてないスマホに熱中してるからバレてなかったぞ。よかったよかった。で、そしてこっち側から行けばゴミ箱に近づけるね。あー、やばいぞ、見張りがいるぞあそこに。どうするあの見張りは。あ、移動してきた。やばい、こっちに来たぞ、なんか見張りが。なんていうことだ、どうするどうするどうするちょっと待ってくれ、今回何も武器持ってきてないからね。やばいぞ、来てる来てる来てる。さあどうなる。あ、バレてない。よし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 、いいぞいいぞいいぞ。今のうちだ。この先にあるんですよ。さあここまで来ました。ちょっと双眼鏡で覗いてみたんですけど、あ、どうやらあれかな。ちょっと若干見えるんだけど、あそこにありそうだね。こっちにも見張りがいるからね。どうする。よしよし、いいぞいいぞ、慎重に慎重に近づいてね。いけるいけるいける、これは取れる取れる取れる。よし、向いてない、大丈夫だ。オッケー、いいぞ、こっちまで来たぞ。うわー、すげー、これは超かっこいいね。スーパーカー仕様のラジコンカーだ。よし乗れた。ジョニーも乗ってくれ。よし、ジョニーも乗ってくれたぞ。やったー。あー、やばい、バレちゃった、ギャングに。やばい、ギャングにバレたー。逃げろーまずいぞ危なー、車取った後でよかったー。すっげえ銃撃戦になってる。でも大丈夫だよねー。わー、やばい、ちょっとこのラジコンは運転しづらいね。めちゃくちゃ銃撃音が聞こえる。すごいぞ、追っ手が来てるんだ。待ってくれー、ここで一回方向を変えて、よーし倒してやるぜー。どこだ、突撃めちゃくちゃ浮き飛ばしたぞ。さあまだいるね、どこにいるの。あ、降りてきたー、いたね。もう一回だ、突撃せよ、突撃めちゃくちゃラジコン強い。あー、そっち側に落ちたね。よし、今のうちに逃げちゃおうかな。急いで急いで急いで、逃げろー。魔改造屋さん、行くぜー。この下をくぐっていくくぐれなかったね吹き飛ばしちゃうわね。この真ん中に行って、いやー、どいてくれー、信号機落ちてきた。嘘だろ、じゃあもしかしてこれ電車にぶつかったらどうなるんだ。いけー、わー、引かれた、めちゃくちゃ引かれたわさすが電車は飛ばせなかったか。さあもう少しで魔改造屋さんに到着だね。あ、ちょっと待って、この下くぐれる、もしかして。うわ、すげえ、くぐれたけど飛んでいったわトラックどっかに飛んでいったんだけど。さあ到着でーす。魔改造さーん、こちらの車もよろしくお願いしまーす。うわーお、魔改造さんかなり壊ってるね。これはちょっと時間かかりそうです、修理まで。そして今回こちらの3台を集めてきました。やっぱ普通のね、大きさの車と比べるとラジコンは全然違うね。ちょっとこれはね、周辺に落ちてたゴミなんだけど、比べるために置いてみました。こんな感じです。そしてね、ラジコンによってこの錆び具合も全然違いますね。なので今回は
なかなか難易度が高そうですけど。さあ、魔改造屋さん、よろしくお願いします、あとは。ということで、魔改造屋さんの修理のおかげで、なんとか新品同様、元に戻りました。すげえ。あんだけサビサビだったのに、めちゃくちゃピカピカになってる。そして、本物のパトカーとラジコンカーを並べてみました。大きさが全然違うね。すごいぞ。めちゃくちゃ面白いね。親子だね。これ完全親子なんだけど。すげえ。このラジコンカーめちゃくちゃちっちゃいのに、すごい明るく光ってくれてるよね。これはいいね。で、ちょっとね、一回夜にしてみよう。どんなぐらい綺麗になるのか、ちょっと見てみたいよね。ということで、夜まで待ってみました。すげえ、めちゃくちゃ明るいぞ、これ。なんじゃこりゃ。どんだけ大迫力なんだ。素晴らしい。綺麗だな。すごいぞ。ちょっとこのまま真夜中まで待ってみたいと思います。ということで、完全に夜になりました。すげえ明るすぎる。ちょっと一回僕はこのラジコンカーに乗ってみるね。あ、ちゃんと、見て、室内灯ついてるんだ。すごいよ。じゃあ早速動いてみようかな。うわーすげえ明るめちゃくちゃもう眩しいくらいだね。ラジコンカーなのにこんなに光量あるなんてね。すげえめちゃくちゃ明るいぞ。信じられない。そしてヘッドライトもこれハイビームにすることができます。これライト消して普通でハイビームめちゃくちゃ明るいわ。すげーラジコンカー最高ー。でもちろんサイレンもね鳴らすことができます。これはいいやったー。ということでジョニーとチミオンにもパトカーに乗ってもらおうかな。おーすげーついてきた。じゃあ家まで帰ろうか。行くぜー。めちゃくちゃかっこいい。みんなしっかり並んでくれんだぞ。すごいパトロール開始だ。あ、やばいぞ。電車が来てる、電車来てる。早く早く早く行くよ。出発。めちゃくちゃ綺麗だね。本物のパトカーレベルで明るく光ってるからね。すごいぞ。では信号を通過します。よし、こっちだよ、こっちだよ。来てるね。なんかどっかで爆発したぞ。すんげえ大爆発してる。じゃ、ちょっとこれは次は昼間にして見てみようかな。どういう風になるのか。ということでね、昼間にしてみました。わ、バイクが近づいてきてるぞ。めちゃくちゃびっくりしてる。え、なんか後ろで爆発してた。なんていうこと。あ、待って待って。このバイクを追跡したいと思います。行くぜー、待ちなさい。そう、このバイク止まりなさい。めちゃくちゃ逃げてる。逆走して逃げてるぞ。ちょっと待って待って、バイクどこ行った？ちょっとバイクは逃しちゃったんだけどね。おーすげーかっこいい。並んでみたぞ。じゃあそれじゃあ今からめちゃくちゃスピード出すからね。行くぜー。みんなついてこれるかな。行くよー。おーめちゃくちゃ速ー。ついてきてる？すげー、ちゃんとついてきてるんだ。130キロ出るとかやばすぎるよね。どんだけ速いんだ。おお来たね。シミオンとジョニーもめちゃくちゃぶつかってきた。よーし、サイレン鳴らして緊急走行だ。行くぜー。え、どこ行ってんの？ちょっと待って。誰かわかんないけど。シミオンこれ絶対シミオンだな、向こう行ったの。高速道路の方に入っちゃってるよ。何やってんの、シミオン。勝手にどっか行っちゃってる。待ちなさい、シミオン。どこだ？そっち側か。いや、なんで高速道路入ってんの？ということで、まあ、仕方ないね。こっちまで来ちゃったので、高速道路パトロールもやっていきますか。行くぜー！高速だー！すごいね。さすが魔改造のおかげで、今まで95キロしか出なかったんだけど、マジか！ 143キロだと？これラジコンカーだよ。信じられない。おー、ちゃんと道開けてくれるぞ、みんな。パトカーだと思ってくれてるみたいだね。ちっちゃくても。すごいよ。全然大きさが違うからね。すげえ。じゃあちょっとね、お家に帰ろうか。こっち側だよ。戻ろう、戻ろう。おー、ちゃんとみんな止まってくれるんだ。どいて、どいて、どいて。道を開けてくれー。道を開けて。すげえ。わー、やっちゃった。嘘だろ、嘘だろ、嘘だろ。どいてくれー。どんだけ渋滞してんだ、これ。やばいでしょ。さあ、道を開けてくれるかな、みんな。真ん中を通っていけば大丈夫でしょう。めちゃくちゃ交通量多いね。やば。シミオンたちはどうなったの？おい、ちょっと待って。シミオンたち。いや、もうめちゃくちゃもう全員バラバラになっちゃったね。ということで、目的地まで、お家まで誰が一番早く着けるか、競争だ。行くぜー。負けてられないな、これは。うわ、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 すげえことになっちゃった。嘘でしょ。
めちゃくちゃ事故っちゃった。あー、どいて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 。ちょっとこれ高速道路でないといけないね。さあ、なんとか出ることができたぞ。ってところで、ジョニーとシミオンは今どこにいるんだ？どこまで行ってんの？全然違うとこ行ってそうだね。いや、特にシミオンは何やってんだ？ジョニーはこっち側に近づいてきてる感じなんだけど、シミオンが全然違うとこ行ってるわ。もう反対側行っちゃってるもんね。ということで、ちょっとジョニーに合流してみようかな。この先にいるみたいなので、行くぜー。ジョニーに追いつけるのか。この車めちゃくちゃ速くなったからね。うわー、危ねえ。追いつけると思います。緊急走行だ。待ちなさい、ジョニー。あと少しで追いつけるぞ。そして、ここも通過します。さあ、ジョニーはどこにいる？見えるかな？こっち側か。待てー、ジョニー。うわー、めちゃくちゃ飛んだー。すんげー、ひっくり返っちゃった。嘘だろ。ジョニー全然ぶつからずに運転できてるのかな。結構速いね。このままだと負けてしまうぞ。待ってくれ。もう高級住宅街の方に行ってるね。速い。めちゃくちゃ、うわーめっちゃぶつかっちゃった。これだと負けてしまう。待ってくれ。まずいぞ。本当に負けてしまいそう。ちょ、待って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 。ここで事故ったらもう終わりだ。絶対追いつけない。待つんだ、ジョニー君。早いね、君、本当に。うわー、これは、マジか、負けちゃった、ジョニーに。え、ちょっと待って、これ、後ろからシミオンが来てるね。反対側にいたんじゃないと思ってたんですけど、なんとか追いついてきた。あ、来てる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 。マジか。うわー、来たー。抜かされてたまるかー。ドーン。めちゃくちゃ浮き飛ばしたぞ。うわー、飛んでる飛んでる。山越えしちゃったね。すげー。ということで、到着。ジョニー発見。シミオン飛ばしちゃったわ。シミオンも来るかな。ちょっとここで待っておきたいと思います。さあ、どいてね。あそこにジョニーが、あー、来た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 。うわー、ぶつかっちゃったぞ。すんげーな。え、なんだこれ、中指立ててくるんだけど、嘘だろ。なんだと？許せなーい！ドーン！めちゃくちゃ浮き飛ばす。そして、こっから、ドーン！すんげー飛ばれちゃった。じゃあみんな降りてきて、よっこらせと。いや、めちゃくちゃ楽しかったね、このラジコンカー。最高なんだけど。チャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。それでは、さよなら、バイバーイ。